こんにちは、しまなみひよりです。とても暑い日が続いております。時刻は夕方6時を過ぎて、ビーチで遊んでおられる方もだんだん少なくなってきます。今治市には綺麗な海岸線がたくさん残っています。桜井地区の虎ヶ鼻海岸に来ております。岩の形が本当に面白いでしょう。私にはワンちゃんに見えます。とっても可愛いワンちゃんが迎えてくれているようです。ここの渚は砂浜の色がとっても綺麗で、波も穏やかで、とっても風光明媚なんですよ。昼間は海水浴をされる方や釣りをされる方で、とても賑やかなところです。今は静かな夕方の海に戻っています。前方には島並みの島々が広がっています。絵に描いたような夏の雲が広がっていますね。今日も一日めっちゃ暑かったです。2023年8月13日も夕方を迎えようとしています。海に突き出た防波堤の方を先の方まで進んでいきます。ここから面白いボーダーが見られます。島がたくさんあって、流れが速い海を瀬戸と言いますね。左側が島並みの瀬戸です。右にパーンしてくると、平地島が見えてきます。平地島から右の方はずっと島がありません。ここは灘です。夕地灘と呼ばれる灘がずっと広がっています。灘は比較的海が深くて島がありません。瀬戸内海は瀬戸と灘が繰り返していきます。虎ヶ鼻海岸には石風呂があって、まあ昔の話ですが、今はやってない石風呂の横には大きな岩があって、高い岩の上には薬師堂があります。その石段を上がっていきます。まあ今は誰も上がらないので、こんな感じになって、よりなんかがいきなり生えています。今はね、雲の巣が顔にかかってびっくりしたところで、さらに薬師に向かって上に上がっていきます。雲の巣がいっぱいあるので、恐る恐る上に上がっていきます。薬師堂に着きました。そこからちょっと先の方を行ってみます。先ほど行ってた防波堤が見えています。薬師堂の石段を下に降りていきます。この時にもですね、雲の巣に気をつけながらゆっくり降りています。残念ながら一回雲の巣に捕まってしまいました。石風呂の横の道を東洋休暇村のキャンプ場の方へ向かって歩いていきます。多分この辺りで今治市から西条市に入る、そんな感じです。東洋休暇村のキャンプ場の横をずっと進んでいくと、ここまでは結構距離がありますね。砂上を歩くと結構いい運動になります。七潮の時にしか見られない光景が広がってきます。目の前に大きな石のほら穴みたいのが見えてくるので、ちょっと覗いてみますよ。
なんか精霊がいるような感じがする。なんとなくハワイ・カウアイ島のシダの洞窟のあたりの雰囲気に似てきます。まあ、ここをね、右の方を見て、シダの洞窟に似てるかなと想像してみてください。引き潮のこの時にしか見られない大崎の花の絵へ向かって歩いていきますよ。ここからずっと抜けると最上側の街が見えてきます。引き潮の時だけ来られる大崎の花から眺める景色もなかなかいいんじゃないかなと思っています。さあ、ここから見る風景もなんとなく絵のようでとても綺麗です。時刻が進んで夕映えの時間になってきますね。海の方が赤く染まって綺麗になっています。元来た道をビーチの上を歩いて今治市の方へ戻っていきます。周りにはキャンプをされる方が夕食の準備をされています。風光明媚な今治市の海岸にはとっても綺麗なところがたくさんありますよ。トロマハラ海岸よりお送りしました。最後まで見ていただきありがとうございます。